Hello, my friend. Welcome to my channel. Enjoy Japanese World. 今日は、事務用品紹介したいと思うんですけれども、フリクションご存知でしょうか。世界中におそらく出回っていると思うのでご存知の方いらっしゃると思うんですけれども、こちらのペンです。このペン何がすごいかと言いますと、普通にボールペンですよね。で、書いた後にここの部分でボールペンの字を消せるっていう仕組みになってます。消しゴムの代わりですね。ここがそういうペンになってます。これは実際書いてみましょう。じゃあ書いてみます。そしてここの部分で消します。こんな感じで消えるんですね。すごくないですか。ちょっと汚いですけど消えました。じゃーん、すごいですね。これどうして、消えるかと言いますと、ここにも注意書きが書いてあるんですけれども、ここのインクに特殊な仕組みがありまして、熱60度くらい、60度以下かなの、熱を擦った摩擦の熱によって、消えるという特殊なインクが使われてるんですね。なので擦らないと消えないです。叩いても消えないってことですよね。擦って熱を加えると消えるという仕組みになります。なので、ここにも注意書き書いてるんですけれども、大事な書類にはこのペン使わないでくださいということです。消えてしまう可能性があるってことですね、おそらく。じゃあこちらも試してみます。これ蛍光ペンなんですけれども、これ新しい商品なんですかね。私はボールペン以外では初めて見ました。蛍光ペンでも消えるそうです。書いてみます。ジャパン、そしてちょっと汚いかな。でも消えますね。やっぱりこれもおそらくインクが特殊なインクなんですね。ちょっと綺麗に消すにはテーブルの上の方がいいんですけど、消えますね。こんな感じで、すごいです。ボールペン以外のペンでも蛍光ペンでも消えるということですね。ちょっと綺麗に消せなかったですけど、消えます。はい、おそらく日本以外でも買えるんだと思うんですけれども、日本には種類がたくさんあるので、ぜひ日本にいらっしゃった際にはいろんな種類見つけてみてください。はい、というわけで、よろしかったら、Like、Share、Subscribe お願いします。そして質問、コメント、リクエスト、よろしかったらこちらまでお願いします。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございます。次のビデオまでお楽しみに。 See you, bye.